バイオリン、ピアノと弦楽四重奏のための競争曲に蝶々。作品21は、エルネスト・ショーソンが1889年から1891年にかけて作曲した室内楽曲。パリの裕福な家庭に生まれたショーソンは、はじめ両親の希望を叶えるため法律の道を志し、1877年5月7日に法廷弁護士の資格を取得した。 同時期に作曲も行っていたショソンは、教えをこうと尋ねたジュール・マスネに才能を見出されて1 8 7九年に二十五歳でパリ音楽院に入学。マスネに作曲を支持する一方で、セザール・フランクの講義にも研究生として出入りしていた。マスネはショソンを1八8一年のローマ大将に挑戦させたが落選。これを機にマスネの下を離れた小村であったが、 フランクにはその後も10年にわたって教えを仰ぎ続けた。こうして長くフランク門下で計算を積むことになった小村は循環形式をはじめとする技法面のみならず精神的にもフランクから強い影響を受けて独自のリリシズムを発展させていった。曲はまず全楽章の主要主題がまとめて1889年5月に準備された。これをもとに同月に 第三楽章がまず書き上げられ、続いて、第二楽章、第一楽章、第四楽章の順で完成された。初演は1892年3月4日、ブルッセルにおいて、ウジェーヌイザイのバイオリン、オーギュストピエルのピアノ、及びクリックボーム、ピエールマンズ、バンホート、ヤコブの四重奏で行われた。なかなか世間に認められず、自信をつけることがライフワークである。 と日記に記していた、小村であったが、この曲の初演は、聴衆から大きな喝采を浴びることになった。彼はこう書き残している。私は自分の音楽がとりわけ、ベルギー人のために生まれたものであると信じざるを得ない。これほどの成功を、かつて経験したことがないのだから長年感じることの、叶なわなっためまいと喜びを感じている今後は私も、 もっと自信を持って仕事ができそうに思われる。作曲者によって競争曲と名打たれた本作であるが、実質的な楽器編成は、バイオリン、ピアノと弦楽四重奏という6重奏である。事実、バイオリンとピアノが独奏楽器風に扱われる一方、弦楽四重奏がトッティンの役割を果たす室内競争曲と捉えることは可能であり、 またバイオリンソナタやピアノ6重奏曲のような側面も持ち合わせている。楽器の扱いを考慮するならば、弦楽史重奏版奏付きのバイオリンとピアノの二重奏曲と言えるだろう。他にも、コンセールという言葉は現代的な競争曲を指すのではなく、ジャン・フィリップ・ラモーやフランソワ・クープランの作品と精神的に通じるものであるとする見解もある。 曲はイザイへと検定された。また、この曲を演奏するにあたって、自身の代表作である、詩曲も、同じ編成で編曲した。約40分そなた形式。冒頭、まずピアノだけがフォルテッシモで重々しく、続いて、低弦を伴って、やや穏やかに3本の動機が奏される。フレー1拍子を4、4拍子として30小節の、導入を終えると、再びに、 二拍子、アニメとなって、ピアノが起伏の大きなアルペジオを奏でる上で、独奏バイオリンが、フレイ1に基づく、第一主題を出す。フレイにこれが十分に歌われると、ピアノに旋律が受け渡されて、弦楽四重奏も参加する。簡単なく、独奏バイオリンとチェロのユニゾンによって、フレイ3の経過主題が奏でられ、この主題を扱いながら、計画が進められていく。 フレー3はじめの速度に戻って、ロ長調の第二主題が伸びやかに提示される。フレー4ピアノを中心に提示部をまとめて展開部に入る。展開部の構成は古典派のそれとは趣をことにしている。二長調に立ち返るとまず第一主題、続いてフレー3の経過主題が展開される。半分の音化となったフレー1を用いて、 弦楽器の競争とピアノの静寂が対比されると落ち着いた様子で第二主題が発展させられていく。独奏バイオリンによるレチタティーボ風のパッセージで展開部を結ぶと第一主題の再現に入る。第一主題が二丁長で独奏バイオリンとピアノによって四オクターブをカバーする充実した響きの中に示される一方、弦楽四重奏は 対照的に急速なスケールを挿入する。起伏に富んだ経過部を経ると、第二主題も独奏バイオリンとピアノ、そしてチェロも交えて3オクターブの音域を使って出される。その他の楽器はドレモロを用いた伴奏音系を奏でており、緩やかだった低地部に比べて切迫感を与えられている。第二主題の再現から最後のクライマックスを形成すると、最後は静かに、 第一主題を改装するコーナーを通じて穏やかに、楽章の幕を閉じる。シチリアーナのリズムに貫かれた優美な楽章。バンサン・ダンディはこの楽章が、我々をガブリエル・フォーレの庭へと誘うと述べている。形式的には、ロンド形式に近い。冒頭から、独奏バイオリンによって、フレーゴの主題が、異端調で提示される。フレーゴフレーゴがピアノによって、 以上調で繰り返されると、他に複数個のエピソードを用いて進められていくが、いずれもフレーゴとの対比は鮮明ではない。やがてフレーゴが再現されるにあたり、はじめは独奏バイオリンのみ、次に独奏バイオリンとチェロ、最後に3台のバイオリンと次第に旋律を担当する楽器の数を増やしていき、ピアノも非常に幅の広いアルペジオを奏でて大きな盛り上がりを築く。 独奏バイオリンの長いトリルを境に落ち着きを取り戻すと最後はイチョウチョウの手話音の中に静かにフレー語の断片を聞きながら終わる陰鬱な感情楽章ピアノが静かに半音階的な音形を弾き始め3小節目から独奏バイオリンがその上に主題を出すフレー六弦楽師重奏も加わってくるがやがてピアノの低音部が3連符となり さらに普天のリズムを刻むと独奏バイオリンが新しい素材を熱っぽく提示する。フレー7さらに二単調へと移って繰り返され、情熱的なピアノの伴奏と相まって高揚する。落ち着きを取り戻すと、フレー6に現れている半音階的な伴奏音景がやや変形されて高音に現れる。以降は、フレイが扱われて次第に興奮の度を高めていき、その頂点で、 堂々と、フレー6が回帰する。その後は勢いを落とし、ピアノが半音階的な音形で加工しながら静まって、最弱音で楽章に幕を下ろす。そなた形式。前奏はなく、冒頭からピアノが勢いのある第一主題を出し、弦楽四重奏がピッツェカートで付き添う。フレー8まずピアノに出され、各楽器で変わる変わる奏される。 経過主題は生き生きとした性格のものである。フレー9一度調子を整えてから、先行するピアノに次いで独奏イオリンが、変度調調で、第二主題を提示する。フレー10そのまま滑らかな水位の中で、フレー11の旋律を奏して、提示部を結ぶ。フレー11、フレー8で始まる展開部では提言に、第三楽章からフレー7の拡大型が現れる。続いて、 フレー8が拡大され、精力的に展開されると、すべての弦楽器が、ユニゾンでフレー7を奏して、クライマックスとなる。二単調のフレー8から始まる再現部では、フレー9、フレー10、フレー11が次々に再現されていく。調整を2長調表紙を3、4拍子とし、速度を上げて、こうだとなる。まず現れるのは、フレー8であり、 これが発展して行き頂点に達すると、再びフレー7が改装される。最後に、フレー2の第1楽章第1主題が解雇され、興奮のうちに全楽器が2音を奏して、全曲を締めくくる。注釈出典。ありがとうございます。